はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。講師の茂木智成です。ピアストえ第15回目です。え。こんにちは。おなじみの田代です。おなじみの うぜえ。おなじみのいつもの田代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は41段落目からですね。君が消えちゃった。はい、ではね、41段落目からやっていきましょうか。今日も短いですよ。短そうですよ。今日短そうですね。ね、なので安心してご覧くださいね。前回の再生回数が2回なんですよね。1週間前ぐらいにアップした。5日前ぐらい。少ないですね。まだ少ないですね。とても少ないですね。ちょっと見ないと皆さんコメントできませんよ。乗り遅れちゃいますよね。そう、乗り遅れて。そうそう、乗り遅れちゃう、これ。一回乗り遅れると、もうすっごい大変だからね。もう3時、そう3時、そうそ3時間とか2時間とかの動画がバンバンアップされるから、う。常にそう、ついてこ週ないに1回と、はね。常についてこないと急激にやる気を失うよね。うわー、もう3時間2時間見てないのが10時間あるよとかなるじゃん、すぐ。そうそうそう、そうそうするだっともう急激にたら。やる気が追いつくのが難しいと。なので、やっぱりコツは、アップされたらすぐに頑張ってみると。そうそうそう。そしてまあ、晩ご飯食べながらでもいいし。常にね、知識をアップデートしといてね。そうしないと急激にやる気を失ってすぐね、やめちゃうと思うんで。でももう少しだよね。この、そうだね、第一章はね。もう少しで面白くなってきますね。面白いというか、やっとなんちゅうの？俺らのオリジナルな課題、なんちゅうんだ、こういうの。課題の練習？課題演習？練習だね。課題創作。創作が始まるんで。そうしたらちょっと面白くなるんでしょうけど、その時についてこれてる人が何人いるかっていうね。そうだね。問題がね。今までの硬いね、理論ばっかりのところからいよいよ実践に行くわけですよ。そうですよね。だけどやっぱりその課題演習が始まった時にも、今までの番組全部見といてほしいんで、そうしないとちゃんと、なんちゅうの、やっぱり学べないじゃん。なのでね。よし、やりましょうか。カデンツ。はい、カデンツ。カデンツとは、音楽の功徳点のようなものであると。功徳点の印であると。つまり、点とか丸とかですね。日本語の文章で言えば。英語で言えば、コンマとか、ピリオドとか、セミコロンとか。ですね。そういうことですね。で、ここにジャクスタポジション。これはまあ、なんだこれ。並列とか、併記とか、並べて記す、併記。って感じなんですけど、まあ、とにかく続くってことですね。隣り合って続くのが、このトゥーストロングリーリレーテッド構図によって、まあ、2つの強く関係性を持った2つのコードによってカデンツは作られると。で、またはインプライド構図。このインプライド構図って意味分かった？インプライド構図。
ああ、まあ、あれか。まあ、偽の時とか、インプライドコードが起きやすいのかな。うん、うん、うん。そうだね。起きるかもね。死と霊とかね。死と霊を、死と霊上が死で、あ、下が死で上が霊とかだったらさ、それを、ドミナントの一点とか、考えるじゃん。そういうのもインプライドコード。一人があったらね。うん、うん。インプライドコードじゃない。あの、一個前に素があったりすればね。うん、うん、うん。そうってきて、次、仕入れってくれば。最後、一人で。そう、仕入れの、うん、堂々とか。うん、うん。そういう場合は、ドミナントの一点っていうインプライドコードとかできるかもしれないね。うん、うん、うん。まあ、そんな感じで、まあ、強く結ばれたね。関係性の強い。うん、二つのコードでできると。うん。うん。で、トリック、うん。これ完全終始って言ってますね。まず一番もできる限り近い関係性が近いコードっていうのは何でしょうか、コウタ君。一番関係性が強いコードって3つありましたよね。ありましたね。1に対してトニックに対して、うん、トニックに対して、ドミナント、サブドミナント、それからミディアント。ミディアントじゃねえよ。なんだ、サブミディアントでしょ。あ、サブミディアントか。うん。ミディアントは遠いよ。サブミディアントだ。ミディアントって何か、なんだと思う、なんてか覚えてる？覚えてるっていうか。3だったっけか。3だよ。うん。間違えた。これすぐ言わない、これすぐパッと想像できなきゃ講師失格だよ。いや、これね、英語が分かんなかった。ごめん。いや、違う。いや、でも、ね、覚えないと。うん。あれだよ。6がサブドミ、サブミディアントね。これからやってきねえよ、絶対。うん。サブミディアントって言ったらすぐ6が浮かんで、ミディアントって言ったら、そうだね。うん。スーパートニックって言ったらパッと何？スーパートニックは2です。うん。そうだね。それで、うん、そうだよ。うん、そんな多くねえしさ。うん。まあ、基本ですね。うん。覚えてなかったけど。で、フォロードバイトニック、サブドミナント、フォロードバイトニック。うん。これで、まあ今、コウタ君が言ったっていうか、まあミスったけど言ったように、ドミナントとサブドミナントとサブミディアント、つまり5と4と6ですね。その近かったのは、うんうん、皆さん、やりましたよね。関係、数学的な計算で。何対何っていうね。6対7。6対7っていう比率が一番強かったんですよ、うん、つまり18対21、うん、でのそのドミナントとサブドミナントだけベアストー君は言ってるんですけど、なんでこれサブミディアントがないんでしょうかね。サブミディアント、そうですね。でそれは僕も分かりませんでした。うん、うん、やっぱり6があって次1っていうカデンツって皆さん知らないですよね。楽天やってる皆さんも楽天にも終始っつうのは5-1っていうのが基本で、たまにちゃんと完全5-1やった後に4-1が来るみたいな説明あったと思うんですよ。うん、で6-1なんていうのは聞いたことないですよね。うん、うん、なのであんのかなって思って特に俺も説明できないんですけど、あるかどうかないかどうか、うん、でもあってもおかしくないんじゃないですかね。そう、あるならあるでいいし、ないんだったらそのない理由と一緒に知りたいよね。そう、あるもないもベアストは説明してないんで、うん、全く分かんない状態なんですよね。
まあ実際ね、うん、まあ実際の実局ではありそうな感じしますけどね。6-1なんて、6-1でなんちゅうの終わる終わる、うん、駆動点的な、駆動点的に 6-1 でしばらく止まるみたいな、まあ、ありそうですけどね。うん、でも古典派とかはないかな。ちょっとロマン派とかぐらいまで時代が後になれば。うん。うん。で、こういう5-1とか4-1とか、そういう動きは、音楽的な完全終止って言います。フルストップ。完全終止ですね。うん。で、ドミナントトニック、つまり5-1っていう動きは完全、ん？あ、これあれか。あ、ごめんなさい。パーフェクトカデンツが完全終止なんですね。うん、フルストップってこれなんて訳せばいいのかな？まあ、なんて言うのかな？完全、まあ、完全終止ってこれも言いたくなっちゃいますけど、うん、まあ、こっちのパーフェクトカデンツとは全く意味違うんで、パーフェクトカデンツっていうのは 5-1 の時ですね、あくまで、うんうんうん、これはなんていうのかな、まあこの駆動点的な、駆動点的な日本語で言えば丸みたいな、うんうん、点じゃなくて丸みたいな、そういう意味じゃないですかね。どうなんだろう、違うのかな。うーん、まあ、ちょっとこの辺曖昧に、ちょっと俺、曖昧にしといてください。わかんないや。まあ、まあ、フルストップなんで、完全に止まることって意味だと思います。うん、完全に止まること。うん、うん。で、まあ、で、ドミナントトニック、5-1のカデンツが完全終止と、パーフェクトカデンツって言いますね。うん、で、4-1、サブドミナントとトニックはプラガルカデンツって言います。うん。これあれだよね。日本語ではなんて、編集詞って言ったっけね。うん、そうそうそう。確か、芸話とかだと。うん、編集詞、うん。義集詞は5-6だっけ。5-6。ああ、編集詞。うん。で、これ142見てください。142段落見てくださいって言うけど、ちょっと見たんだけど、やっぱなんか難しい内容だったんで、今は立ちらないっす。うん。うん。その時にならないと分かんないっぽい内容なんで。142まで進まないと。うん。うん。で、この、まあ、このフルストップっていうのは、まあ、この止まること、うん。この止まることは、が、この主張であるとき、うん、うん。主張であるときは、そのカデンツを行った時の音楽は、まあ、家にいる心地になるって感じですかね、このアットホームツナ。なんちゅうのかな、まあ、家に帰ってきた感じ。俺のイメージでは、旅をして、うん、旅をしてる途中って落ち着かないですよね。やっぱり皆さん家に帰ってきた時に落ち着くじゃないですか、完全に。一日が終わったなっていう、落ち着き。そんな感じの落ち着きをアットホーム、うん、音楽でも絶対にジャーンっていうジャーンっていう、あの前も話したけどジャーンって伸ばすとそれがアットホームになるじゃないですか。つまりそのそれで終わって気持ちいいみたいな、そのもうそのまんまでいい、そのまんまで落ち着く感じ、それがアットホームな感じなんですよ。落ち着く自分の家のような感じ。うん、まあそんな感じの比喩だと俺は感じていますね、このアットホームっていうのは。でしかもアモングスト・ザ・ファミリーって言ってるから、まあ家族と一緒に、まあいつも一緒に住んでる家族と一緒、家族に囲まれながら、
の家と、家の中での、家の中のくつろぎみたいな。このザ・ファミリーっていうのは何なんだ、何なんだっていうと何なんだろうな、これ。この5、1以外の行動って感じかな。5、1以外の行動がファミリーって感じかな。どう思うこと。まあ、ファミリーだからね。5、1以外の和音だよね。お母さん、お母さん、兄弟。お母さん、兄弟っていうか。まあ、みんな慣れし、同じ主張の仲間ってことよね。だから。うんうん。同じ主張の血縁みたいな。血縁みたいな。うん、他の蝶の音が混じってないんだよ。うん。うんうん。まあそういう慣れ親しんだ仲間、家族との、家族と一緒に家の中にいる感じだから、もう落ち着くわけですよ。完全にね。うん、うん。まあそれが同じ主張でのカデンツと。うん。それが主張内でのカデンツですね。で、今度は、違う蝶でカデンツが起きた場合。つまり最初は例えば波長蝶で、波長蝶でなんか行動いろいろ動いてて、だけど最終的に途中で都庁長になって、都庁長で5-1やっちゃったと、それでじゃーんと終わったと、うん、そういう場合はね、これがね、まあ、終わる気はするんでしょうけどね。ねえ、それで終われないわけはないよね、うん、人間の耳的に。うわ、これは終われないとは感じないはずですね。うん。まあ、その、唐突さにもよるかもしれないけど、ずーっと波長長できて、急に、都庁長で、じゃーんと終わったら、もしかしたらキモいかもしれないですね。うん。うん、まだドミナントに感じるかもしれない。波長長のドミナントと感じるかもしれないね。うん、うん。じゃーんと伸びても。だけど、かなり長く都庁長の仲間たちで行動を繰り返してて、都庁長で終わったなら、うんうん、もうそれは、なんちゅうのかな。もうファミリーの家の中と同じ感じだと思いますよ。やっぱり。ねえ、ポップスとかだってね。うん。違う蝶で終わるもんね。緊張したまんまね。緊張したまんま終わる。うん。最初、違う蝶で始まって、うん、違う蝶で終わると。だけど、ちゃんと最後終わった気分になりますよね。うん。うん、だから、それはファミリー、まああれ養子みたいな。養子途中で養子に行っちゃって、うん、違う家族と一緒に生活して、まあこれでいいやみたいな、まあ、そんな感じかな。うん、うん、まあそうですね。んどこでやったかな、サルトメントのトリック。うん、その下かな、そこかな。うん。まあ、ちょっと俺らつか、俺が勝手に変な比喩やってるけど、ベアストもちゃんと比喩言ってますね。うん。まあ、こういうふうに、つまり、近親蝶リレートとキーだから、まあまあ、近親蝶っていうか、まあ、近い蝶ってやっておきましょうか。うん、近い蝶でカデンツやっちゃった場合は、つまり、始まりの蝶と最後のカデンツの蝶が違うと。うん。そういう場合は、まあ、昔からの慣れ親しんだ友達の家に、まあ、家を訪ねた感じって言ってますね。うんうん、これどうなんだろう。この比喩どうなんだろう。まあ落ち着くっちゃ落ち着くけど、うん、まあポップスとかの比喩とは違いますよね。そのままで終われないもんね。このベアストンの比喩だったら、やっぱり友達ん家でずっと終われないもんね。うん、まあ、落ち着くけど、帰ってこないとね。一応自分の家に帰ってこないとね。うん、このまんま曲が終われないとは思うんだよね。この比喩だと。まあ、とりあえずでもまあ、友達ん家に泊まるとしたら、とりあえず曲がじゃーんつって終われる感じか。うん、うん、
まあ、その日は止まっていくみたいな。その日は終わったと。うん。うん、まあ、うん。そんな感じで、だから、やっぱり完全に自分の家じゃないんですよ。落ち着き的にはね。たとえ終始しようと。たとえ終始したとしてもね。で、今度さらに離れた調整、うん、離れた調で、うん、離れた調で終始しちゃった場合は、もう、さらに見知らぬ人みたいな、まあ、多少、もはオーレスだから、まあ、うん、まあ、その、ストレンジャーズだから、あんまりなじみ深くない人ですね。馴染み深くない人の家で泊まる感じ？うん。うん。だやっぱり落ち着き度が違うんですよ。だからあの関係性の計算はもう皆さんやったと思いますけど、それで遠い町ですね。6対7とかよりももっと遠い町で。うん。うん。いろいろね。12対21みたいな。そんぐらい離れた町で、離れてる町に行けば、なんか落ち着かない感じで終わるんじゃないでしょうか。まあこういうのもね、うん、全部店長ってやっぱりね、その、急かどうかによるからね。うん。つまりその新しい町に変わった時に、長くいろんな、長くフレーズがあればあるほど、もうその町がファミリーになってくるんですよ。だんだんですね。うん。だけど、あんまりファミリーを増やさないうちにすぐカデンツやっちゃったら多分キモいんだと思う。な。カデンツに見えなくなっちゃうかもしれない。その新しい町でのファミリーを増やさないと。うん。うん。まあ、この辺はね、ちょっとまあ、まだ内容がちょっと店長の内容なんでね。あんまり深入りしても。今はカデンツなんで。うん。うん。そうですね。まあ、このように、エクスカージョンって言ってますね。まあ、小旅行みたいな。うん。そう、多少馴染み深くない人、あんまり知らない人の家に、まあ、小旅行に行きましたみたいな感じですね。うん。遠い町の場合はね。うん。うん、で、今度は、トニックの前に、ごめんなさい。5の前に、ドミナントの前にトニックが来る場合。うん、つまり、1、5とか。うん、あとは、or some other related code だから、1以外の2、5とか、うん、まあ、3、5とか、6、5とか。何でもいいつっても、これもまあ、関係性によるんでしょうけど、うん、まあ、そういうふうに5で終わる、うん、1号とか2号とか、うん、ドミナントで終わるっていうね、やつがあります。そういうカデンツもあるんですよ。そういうカデンツは、ハーフカデンツと言います。うん、半終止、うん、で、それは英文で言えばセミコロンって言ってますね。うん、セミコロン、オアコロン。まあ、ピリオドほど強くはないけど、まあ、ちょっと文章を止めたいとき、文章を区切りたいときってことですね、うん。セミコロンとかコロンとか、うん。うん。実際ここにもセミコロンありますけどね。ここにね。文章。うん。うん。うん、で、まあ、その比喩、またベアストは比喩が好きみたいで。今度、半終止の比喩は、こんな感じですね。まあ、友達同士が道で会いましたと。うん。ね。それで、握手して、握手しましたと、うん。うん。握手して、それでまた、まあ、通り過ぎましたと。うんうん。まあ、そんな感じ。うん。つまり、握手してるとき、まあ、通り過ぎました、これ。通り過ぎましたっていうのはちょっとおかしいけど。まあ、おかしくないね。
まあ、通り過ぎましたっていうのはこれは GO で GO ドミナントって伸びてそこで終わんないんですよ音楽は、うん、終わんないで次のフレーズが始まるんですよ絶対セミコロンだし、うん、セミコロンだからコロンか セミコロンだからピリオドじゃないからで次の曲が始まった時、うん、次のフレーズが始まった時にパスオンなんですよね比喩で言えば一回友達と会って立ち止まった瞬間がドミナントっていう状態ですね、うん、で握手してる間がドミナント伸ばしてる間で握手し終わって歩き始めた瞬間が新しいフレーズが始まった時ですね、うん、パス、うんうん、だから絶対にそれで今までのね今までのパーフェクトカデンツとかとは違うんですよあれはそのまま終われたとだけどこのハーフカデンツは終われないですね、うんうん、まあ実際いや、まあ、まあ現代の音楽では5のまんま終わる曲っていっぱいあるじゃないですかポップスとか特にポップス5でね5のまんま終わるなんか余韻を残したまま終わるっていうのよくありますけど、うん、あれはまああれは終わってないという余韻を残したいからこそハーフカデンツを使ってるんですよねつまりまだなんかパスオンまだなんか続くんじゃないかっていう気持ちを残すんですよね完全に終わった気持ちにさせないで、うんうん、まあそういう技法がいつからか生まれたんですけどねだけどもうベートーベンとかの時代には半周詞で終わるなんていうことはまあほとんどなかったと思います絶対にちゃんとパーフェクトカデンツで終わったはずですねバッハとかも、うんまあ、バッハとかも組曲の途中の楽章ではハーフカデンツで終わるやつも多分あったと思います。だけど最終楽章、フィナーレで組曲の最終の一番最後の楽章でハーフカデンツで終わるなんてことは絶対にないはずです。バッハの時代は。うん。うん、まあそのようにね。ちゃんと終わった気持ちにはなれないと。また握手してまた歩き始めると。そういうことですね。だけど、とりあえず握手するときに止まりますよね。あの感覚を出したいときです。立ち止まると。うん。うん。その感覚をね、曲の中で作りたい場合はね、ハーフカデンツ。うん。はい。で、またここ行きますよ。うん、で、最後のコードは、基本形。これ、オリジナルポジションっていうのは、まあ、トライアドの基本形って意味だと思います。つまり、ルートがバスに来る。で、うん、まあ、最後のコードね。最後のコードがまず基本形だと。で、その最後のコードから1個前のコードがインバージョンだったとき、つまり展開形だったとき、うん、そういう場合には、両方のコードが基本形の時よりも、その終止感っていうのが強くないらしいんですよね。うん。強くないらしいんですよ。これちょっとあれだな。ちょっと今までのこれ、フィナーレで流しながら説明した方が良かったかな。うん。ちょっと、まあでもいいや。まあいいや、文章の方がいい、文章でまずは言おうか。うん。あ、でもまあちょっとここはちょっとでも、うん、ちょっと例を出して言おう。つまり、まあこれ基本形から1ですよね。まあ、まあ、これ全部、これこれ全部俺がコード付けしたんですけど、全部シャープ2つなんで、デーデュアです。調はね。うん、で、これ5、1っすよね。これちょっと聞いてみますよ。で、まあ、ちょっとこの小説から聞きますよ。で、こっち、ああ、
これ、あ、まあちょっとこれまたややこしいんですけど、これ奈良なんですけど、奈良の一点ですね、ディミニッシュコードの一点なんですけど、まあこれはもう明らかに、あの基本形、あのドミナントの基本形とは違いますよね。バスがソからドって言ってないじゃないですか。あ、まあデーデュアだったらラからレーって言ってないじゃないですか。こっちはちゃんとラからレーって言ってますよね、バスが、うん、なのでこれはパーフェクトカデンツ、あのさっきの文章で言えば、インバーテッドインバージョンの方なんですよ。つまり基本形の ドミナントの役目をするみたいなんですけど、ベアストー理論ではね、奈良の一点も。しかしドミナントの役目するけど、ドミナントの基本形とは考えられなくて、つまりドミナントのインバーテッドの力みたいな感じらしいんですよね。なんか曖昧ですいません。そもそも7の説明がベアスト全然してなくて、うん、ここに7が来ていいのか悪いのかっていう説明も本当はするべきだと俺は思うんですよ。なぜならね、関係性で言ったらサブドミナントとドミナントとサブミディアントだったじゃないですか。一番強いのはね、トニックに。それなのに7っていう、うん、関係性の計算さえもできないようなディミニッシュワン音が来ちゃってるんですよ。うん。本来ならね、7ってほら計算もできなかったじゃん。ね、そうですよ。うん、比率の。だけどここに置くってことは、やっぱりなんかの根音省略系とか、例えばね、ソーシーレファーのソーを抜いたシレファーとか、そういう風に理解するのかとか、うん、いろいろ考えるけど。そうだね。うん、しかもパーフェクトカデンツってベアストは後で言うんすよ、パーフェクトカデンツの例としてね、うん、だけどパーフェクトカデンツだけどインバーテッドかパーフェクトカデンツって言うんすよベアストは。だ、完全な基本形の両方基本形のパーフェクトカデンツではないと、まあ、これは見てすぐ分かると思うんですけど、ドミナントのね、バスがドミナントじゃないから、バスがドミナント1って来てないじゃないですか、レードって来てるじゃないですか、まあ移動度で、うん、俺移動度で行っちゃうんで零度、うんうん、だけどまあこれで響きをちょっと どう違うか、うん、まあだから、まあ、こっちの響きはここの小説からトゥントゥンこうしたね、うん、これはちゃんとしたれっきとしたパーフェクトカデンツで、こっちはここです、うんうん、でも終わってる感じするよね、綺麗に、うんうんうん、うん、だけど、うん、別に終わってよくないとは言ってないですからね、ベアストーンも終わった感じがするんだけど、こっちほど強くないって言ってるんですよ、この5-1ほどは、こういう、うん、こういうバスがドミナントから取りに行かない場合はね、うん、うん、いや実際どうでしょうかね、うん、と、うんうんうん、うん、まあ、うん、まあ難しいですね。まあまあ、なんだかんだ言って、バッハとかの楽譜を見れば、全部最後はドミナント1で終わってると思います。多分そうだよね。特に大砲じゃない曲とかだったら、器楽的っていうか、まあ、大砲は大砲だろうけど、うんうん、例えばインベンションとか全部じゃないかな。こういう終わり方してんのもあるかな、バスが零度で終わる、ちょっと見たことない、それともドミナント、これはもういっぱいあるよね、ほとんどがこっちだよね、うん、
つまりなぜこれで終わるとキモいか。ちょっと待って、すいません。最後バーンってきちゃうのはこっちがちょっと再生されちゃってんで、ちょっと最近なんか、再生方法を変えたんで。これでもいいとは思うんですけどね。やっぱり、なんとなく柔らかいのかな、うんうん、終わり方、なんかここの響きが。柔らかいっちゅう。てーどん、てーどん、てーどんっていう、てーどんが強いっすね、やっぱ。目立ちますね。うん、このてーどんが終わった気分にさせるんでしょうね。でだと柔らかい、うん、でもやっぱり終わった感じはしますよね。どっちにしても終わった感じにするけど、その終わった度合いがやっぱりドミナント1って、ちゃんとバスがドミナント1になってる方が強いと、うん、いうことを言ってますね。うん、まずペンギンズ、うん、はいはい、うん、で今度はこれ、うん、これは確かに、うん、ひどいですね。ひどいっていうか、これは終われないですね、多分。両方とも今は最後、さっき言ったのは最後のコードはちゃんと、最後のトニックは基本形だったじゃないですか。だけどそのトニックさえも両方ともインバージョンだった場合、うんもうそれは、まあ、ここにベアストは比喩言っても、比喩っていうか、一番小さいコンマって言ってますね。うん。しかもオンリーつけて強調してますね。つまり、うん、最も小さいコンマが、まあ、認知される、わかる程度であると。だからちょっとした、まあ、絶対終われないってことですよ。うん。ピリオドではないと、うん、コンマであると。もしトニックも、うん、インバージョンだったらですよ、トニックがインバージョンで終わるなんてないよね、キモいよね。ね、ないよね。うん、ああ見たことないぞ。意味が分かんないよね、なぜそこをインバージョンにするかみたいな、うん、ある意味前衛だよね、うん、トニックにできるのに前衛だねなんか気持ち悪いなって、うん、なんか気持ち悪いなみたいな気持ち悪さがあったらしい、なんか気持ち悪いなみたいな、うん、だけど終わっちゃうんだ、うん、ベーシストとかが一番キモいだろうね。どうで終わんないでみあーでもベーシストによっちゃあんのかな。まあ、ベースの音が一番低音じゃなかった場合は、ミで終わる人もいるかもね。うんうんうん。でも大体やっぱりベーシストが低いから、そうだよね。トニック弾くだろうな。うん。うん。で、これがまたその友達との比喩で、ベアストが言ってますけど、まあ、この場合は、We only nod と。つまり、会釈するだけで、without stopping って言ってます。つまり止まらずに、まあ道で会ったと。友達と会ったけど、まああんまり両方ともシャイで、あ、こんにちは、みたいな。あ、こんにちは、つって歩きながら、あ、こんにちは、って言って、そのまんま止まると。そのまんま歩き続けると。こんにちはも言わずですね。もはや、ちょっと見て、顎を下にやるぐらいですね。うん。そんぐらいのノリです。トニックもドミナントも両方ともインバージョンだった場合ですね。ですよ。そういう場合はもうね、うん、ちょっとカデンツを感じるぐらいなんじゃないですか。カデンツっていうか、うん、ちょっと5と1を感じる、うん、ドミナントとトニックを感じるけど、曲は全然止まらずにそのまんま動き続けるみたいな、うん。うんうん、そんな感じですね。
で、まあ、このようにインバージョンが含まれているカデンツをインバーテッドカデンツと言いますと言ってますね。うん。うん。で、で、はい、まあ、ちょっとまあ、また話が変わる、話というか、まあ、次の話なんですけど、音楽が今度、まあ、カデンツをやってるように見えた、カデンツをやると。カデンツをやったときに、今度は、あ、カデンツをやったように思えるみたいな。まあ、シームスだから。シームスだから、まあ、カデンツを、まあ、やったってやったじゃないか。やる気配。やる気配がするんだけど、あ、これからカデンツ来るぞって気配なんだけど、最後に来るのが、1じゃなかったと。カデンツをやる、もうカデンツをやってる、見た目的にはカデンツやってるんだけど、バーンって伸ばしたりしてる。バーンって伸ばしたりし、ドミナントの次のコードがバーンって伸ばしてるんだけど、最後トニックじゃないと。うん。それはちょっとまたそういうカデンツがあるんですよ。そういうのをインタラプテッドカデンツって言って、まあ、日本の和声楽では偽終止って言いますね。偽の終止。うん。つまりずっこける感じなんですよね。あれみたいな。うん。うん。あれそれかよみたいな。で、それでよく来るのが6って言ってますね。サブミディアント。つまり5、6。5、6って動きですね。うん。その義衆詞。だけど、ああ、ちょっとまたややこしくなったかな。俺これ義衆詞じゃないのかな。ほら、日本の和声楽ではさ、義衆詞っていうのは必ず5と6じゃん。うんうん。多分、イコールで結ばれるじゃん。うん、だけど、このベアストーでは、普通なら、サブミディアントだけど、うん、だけど別にサブミディアント限定じゃないじゃん。この場合は。そうだね。うん、だから、インターラプテッドカデツをイコールで結んじゃダメだね。義衆詞と。うんうんうん。そうだね。サブミディアントが多いけど、別に5を2でも、5を3でも、うんうん、ね、5を、うん、5を4とか、そういうカデンツももしかしたらあるかもしれない。前衛だけど。うん、うん。うん。まあ、とにかく1以外ので終わっちゃうと。そういう場合は、あれって思いますよね。なんでトニック来ないんだよって。まあ、それを、その比喩を、デアストーさんはこういうふうに言ってます。ホームに入ろうとしたと。ホームに入って落ち着こうと思ったと。で、トントンってノックしたけど誰もいなかったっていう、うん、切なさ。あれって。あれって感じですよね。うん。ちょっとかわいそうだよ、ね。え、誰もいないのかよ、みたいな。え、誰もいないのかよ、的な。もう俺、家に入ろうと思ったのに。鍵も持ってないしと、うん、そして家に入れなかったんですよ、この人は、うん、そしてトボトボと多分また旅に出たんだと思うんですよ。切ないな。うん。だからこのインターラプテッドカデンツもまた旅に出なきゃいけないんで、家に入れなかったから、うん、家に入れなかったからまた旅に出なきゃいけないんで、そのまんま終わることはできないはずです。うん。5、6でね、しばらくは呆然と5、6のまんま、6って伸ばして、ね、その間ノックしてる間、ノックしてなんでいねえんだよ、つって、ブツブツ文句言ってる状態が6伸ばしてる状態で、だけどずっとそうもやしてらんないんで、そのうち帰りますよね。家に誰もいないんで。うんうん。その時が、新しいっていうか、また曲が始まった時ですよ。うん。つまり全然落ち着けないですね。5、6は。落ち着けないけど、なんか特有の効果があると。うん、あれ1じゃないのみたいな。あれ1じゃないのっていう裏切られた感覚。そのちょっとした意外性みたいな、驚きみたいのを、な、特有の効果があるから、これも音楽的にうまく使えば良い効果になるんですよ。うん。うん。まあそういうことっすね。うん、まあこれで、まあ
カデンツの説明は終わりなんですけど、うん、で今度ねこの EX31 フレー31をそれぞれねどのフレーがどういうカデンツだよっていうのをベアストは言ってるんですけど、うん、まあまあフレー31これねこれ全部フィナーレに移したんでちょっとこっちでやりますけど、うん、ねあそっか、うん、まあこれもねさっきちょっと言いましたけどねまず7が出てくるんですよね。まあうんこっちではいフレー31ねジャーマンチューン16世紀のドイツのまあドイツの音楽らしいですね。ドイツの曲ドイツの曲16世紀のドイツの曲だからまあ古いっすよね。で、カッコ A が、インバーテッドパーフェクトカデンツって言ってるんですよ。だから、もうここでね、やっぱりさっきも言ったように、いきなり7が出てきちゃってるから、ちょっとね、俺は説明不足だなと思うんですよね、ベアストーが。いきなり7出してって、7出してきてね、まあ、さっき言いましたから、うん、もういいけど。ね、5と4と6じゃないのに、7っていうのが出てきて、ディミニッシュ和音。まあ、ディミニッシュの、ディミニッシュ和音が1点じゃなきゃいけないっていうのは、まあ皆さん知ってますよね。基本形では使えないっていうのは皆さん習ったと思います。まあ少なくとも、ベアストー理論では、ベアストー理論のね、今のところはね、基本形では使えませんね。だけど、1点では使えると。うん。だけど、このコードがパーフェクトカデンツの効果を持つっていうのは、どういう説明なのかっていうのは僕はわかりません。だけど実際こうやって聞いてみて、うん、ちゃんと終わってる感じはするんですよ、うん、やっぱりドミナントの力を持ってるんですよね、うん、ドミナントの力を持ってるのは確かですね。全く同じじゃないけど、でドミナントの力を持ってるけどバスがやっぱりドミナント1になってないから、ドミナントからトニックに行ってないから、だからやっぱりインバーテッドパーフェクトカデンインバーテッドってつけたんだと思います、ベアストは。つまり基本形のドミナントよりもちょっと効果が強くないパーフェクトカデンツってことですね、うんうん、まあうん、まあ、聞いてみますか。はい、もう問題ないよね、響きは綺麗だよね、うんうんうん、綺麗綺麗、こういうコード進行で、うん、まあコード、うん、こうあれなんか説明することないかな、まあ、ないね、まあ、これはないね、うん、はい。で今度カッコ B はプラガルカデンツって言ってますね。編集詞41ですね。サブドミナントトニックっていう響きですね。まあここだけまずこの小節だけ聞いてみますね。ああ、うん。でんでんでん。まあこれもうん終わった感じはしますよね。あ、これで終わってもいいなと感じはしますよね。だけどドミナントじゃないんですよ、うん、4なんですよ、サブドミナントです、うん、さ4-1で終わる曲ってさバッハあんまないよね。あるか、うん、ないね。やっぱりこれは時代的にやっぱり新しい感覚なのかな。バッハの時代は絶対に 5-1 で終わったのかな。いや、バッハ特有って聞いたな、その編集詞を使わないのは。バッハは編集詞が嫌いだった、もしかしたら。かもね、なんかそういう、だ全然これで終わったイメージないもんね。バッハがこんな曲ないよね。
おしゃれだよね。ちょっと、うん、ちょっと現代的。うん。うん、これはね、うん、あるもんね。うん、まあまあこんな感じですね。ちょっと柔らかいのかな。ちょっと待ってくださいね。テンテン、これはパーフェクトカデンツですね。テンドゥンテンドゥンじゃなくてテンドゥンテンドゥンですね。あのドミナ、サブドミナント1は、サブドミナントトニックは、やっぱり微妙だけど、うん、微妙だけど違うんですよね、やっぱね、ドミナントとサブドミナントは、うん、でも両方とも終わった感じにはなりますね。じゃあナンバー2最初から聞いてみますね。まあこれはね、まあ、このフレーズ31の2つ目は、これ前もやったの覚えてますか？前もこの例を出すときに、この長三度重複はこういうふうに、うん、あのステップでこういうふうに経過音的に出てくる場合はいいっていうさ、例を出したときにこれ流したんだよ。うんうん、ナンバー2とナンバー4両方流したんだよ。うん、うん、まあまあこれ、うん、そうですね、ここは説明しましたよね、前ね。こういう風に両方とも、これ上と下、バスとソプラノ両方とも同音ですけど、同音のダブリングは良くないって前習ったじゃないですか、うん、だけどね、こういう風に順次進行で結ぶように、挟むように、挟みながら結ぶように、ステップで結ぶようにすれば全然に害は出ないと。うん、だけどこれ単音だけで聞くと、あ、なんとなく響きがやっぱおかしいような気もしますよね。うん、うんうん、あんまり単音で聞く、この和音だけ聞くとなんか、うんうん、これが終始ですよ。これが終始ですけど、ここ、うん、なんかちょっと変ですよね。これだけポツッと出てきたら。だけどこういう処理をすることによって違和感がなく、うん、うん、うん、そうですね。違和感ないですね。ステップで結べば。で、あとまあこれも前説明したのかな。まあこれはすごい、かなりね、強力なエクスポーズド家電、エクスポーズドパーフェクトコンソナンスですよね。そうそうっていうね。だけど、全く同じ和音ですよね、これ。うん、同じ和音なんでいいんだと思います。もしこの2つのコードがすごい関係性が遠い、関係性がね、遠い和音だったら、こんなのダメですよね。こういう、エクスポーズド、うん、エクスポーズドコンソナンスはね。平達完全8度みたいな。うん。だけどこの場合は同じ和音内なんで全然問題ないですよね。で、うん、全然硬くもないし、問題ないよね、響き的にね。うんうん、問題ない、うん。うん。やっぱこれは同じコードがなせる技だと思います。うん。で、まあ、で、ここがプラガルカデンツということですね。はい。今度 C がインタラプテッドカデンツと。つまり、インタラプテッドなんで、トニックが来ると思いきや、違うコードが最後来てしまうというやつですね。うんうん、
うん、まあこれ最初から聞いてみますか。はい。あ、すみません、最後こっちが鳴っちゃいました。やっぱこれ伸ばしたい、伸ばした方がいいな。でもまあいいや、うん、もう一回。はい、あれって感じですよね。最後最後あれって感じですよね、うんうん、だけどなんか趣深い、趣深い。これもうちょっと全音符で伸ばせばいいんですけど、ちょっと俺フィナーレ2分音符で打っちゃったんで、このベアストーンの楽譜と一緒にするために、うん、本当だったらジャーンって伸ばすともっと雰囲気出るんでしょうけど、うん、うん、まあこ、うん、これでなんか最近ちょっとね、こっちのね、スクラブで再生するのが調子悪くて。ちゃんとなってんのかな？うん、こんな感じですね。でーん、これでこのまま終わるみたいなポップスはあると思いますけど、やっぱりまたなんか始まりたいですよね。じゃーんって終わって、また、うん、トゥン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 ってまた始まりたいっすよね。うん。うん。うん、まあ。あれ？あれ？俺これ半周詞。すいません、ちょっと待って。半周詞のフレーは？あ、こっちか。はい。うん。まあ、このように、こうですね。この感覚、これがインタラプトカデンツ。で、今度ここでね、ここでやっとパーフェクトカデンツが。このさ、順番もさ、なんかベアストー特有だよね。なんでパーフェクトカデンツを最初に、うん、持ってこないかっていう、ね、謎な。いやでもベアストーこういうことよくあるじゃん、変な癖あるじゃん。うんうんうん、前もなんか変なのあったじゃん。前もあったね、うん、だからなんかね、何かね企んでる、何か 変な癖があるんだよ、うん、企んでるか分かんない、多分天然じゃん、うん、天然か。そっか、こういう癖があるんじゃないの。うん、ひねくれ者的な。ひねくれ者だね。ひねくれ者、イギリスの文化かもよ。あ、そんなこと言ったら、そうなのかな。そんなこと言ったらイギリス人に怒られるか。そう、イギリス人に失礼か。ひねくれてるよ。うん、うん、はい、まあパーフェクトカーデンツがやっときました。うん、これね、これまたパーフェクトカーデンツですね。はい、うん、これはちゃんと伸びてますね。うん、うん、まあ綺麗ですよね。うん、だからちょっとバスが単純すぎ、ずーっとステップだよこれ。うん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 、こんなバスある。で、あとまあ皆さん、まあ復習に、こういうのはオーバーラップですよね。つまりテノールがバスよりも下に行ってますよね。うん、うん、こういうのもオーバーラップって言うよね。ちょっと分かりづらいオーバーラップだけど、ここがユニゾン、ね、ここがユニゾンになっちゃってるから、うんうん、ねえ、こういった時にこのバスよりも下に行ってるじゃん、うん、テノールが。だからオーバーラップ、じゃあオーバーラップだよね。うん、で、やっぱりオーバーラップだけど、この 5-1 だから、関係性が強いから、オーバーラップしていいと。うんうん、ほら、前習ったように、関係性が、この2つのコードがあんまり関係性が遠かったら、オーバーラップしちゃいけないってあったじゃないですか。うん。だけど、ここはね、ちゃんとした 5-1 のドミナントとトニックの
ちゃんと強いコードの関係なんで、オーバーラップ問題ないですね。勉強っていうか、まあ復習、あとここ、こういうのをクロスですね。クロス。ここなぜクロスしたのかちょっとよくわかんないですけど。うん。これ別に下が足で、上がれでもね。うん。ここの同じ000って続くのを嫌がったのかな。そうかもしれないね。その、アルトが。うん、うん。アルトが000って続かずに。レー、シー、レーってちょっと動きたかったのかな。うん、かもね。うん。まあ、こういうのクロスですね、ここね。この二つ、うん。テノールとアルト。うん。まあ、まあ、それだけですけど。はい。うん。パーフェクトカデンス終わって、で今度 The Two Different Versions セカンドフレーズって言ってますよね。うん、とこのここの部分、この最初の部分は、この最初の部分、つまりナンバー5とナンバー6、あ、まあ、まあ教科書にはそうナンバー5とかついてないですけど、6番目のフレーと5番目のフレーのこの最初の部分一緒じゃないですか。ね、この最後の2つだけ違うけど、ああ。うん、この5番目と6番目はこのシャープしか違わないですけどね。全部あと一緒ですね。だけど、まあ、この最初の部分が、このナンバー2から持ってきたんですよ。このナンバー2の最初の部分と一緒なんだよ。うん、うん、うん。ナンバー2の最初の部分持ってきて、持ってはきたんですけど、ナンバー2の時は、3から、ミディアントからサブドミナントサブドミナント1位で終わったですよね。うん。だけどこの場合はミディアントから625で終わってんですよ。うんうんうん。うん。つまり5で終わってると。ね。5で終わってんのは何だったでしょうか。ハーフカデンツですね。うん。うん。ピッチフォローエンドウィズ、うん、かっこいい、かっこいいがハーフカデンツであると、かっこいいね、うん、まあこれ聞いてみますか、はい。トゥントゥンダーンって終わりたくなりますよね。でーんってなんか終わり、次が来てほしくなりますよね。うん、そうだね。うん、うん、だけどやっぱりこの半終始のまんま終わる曲っていうのもありますよね。あの特にポップスとかで。ああ最初から聞いた方がいいか。ちょっと伸ばさないとね、ちょっと分かりづらいと思うんですよね、本当に。最後を伸ばさないとね、ちょっと分かりづらいね。うん、うん。うん。これで、なんか、ちょっと伸ばせる感じがするじゃないですか。それがコロンとか、セミコロンとか。うん、そういう力なんですよ。うん、他のコードは、他の6とか3とかはなんか伸ばせないじゃないですか、あんまり。うん、
あ、でもまあ、まあこれもね、前も話したように、どんな和音でもメジャーコードだったり、マイナーコードだったりすると、伸ばすと全部その調に思えてくるんですよ。つまりそれが主音に、主調になっちゃうみたいな。もうこのまま終わっていい感じがするじゃん。なんか。ずっと伸ばすと。じゃーん。で、そのまま終わっていいような感覚になってくるんだよ、だんだん。うんうん、だからちょっと今ややこしいですけど、うまく説明できないな。うん。まあ、こんな感じをハーフカデンツと言います。うん。うん。ズンテン、ズン、文章で言えば、点。うん。英文で言えばコロンみたいな。ちょっと止めたいみたいな。で今度はあれですよね、これなんですけど、ここでこれ、ここってまあ今までのノリで聞くと最初はデイドゥアに思えますよね。デイドゥアですよね、うん、全く一緒なんだから、ここまで全く一緒なんですよ、上と下は。だけどここのソシャープがついたことによって、ソシャープっていうのは、デーデュアにない音なんですよ。アーデュアなんですよ。うんうん。で、まあ聞いてみてください。この、この、この調整感で聞くと、ここであれってなります。ここであれってなるはずです。ここで、あれってなるでしょ。うんうん。うん、つまりそれはここでもう、デイドゥアの、なんちゅうの、調整感が脳に焼き付いてるから、ここで、ふわっとなるわけよ。初めて。うんうん、つまり、今までになかった音が、急に出てくるから。その自分の頭の中でイメージできていた、デイドゥアの7つの音が、ここでぶち壊されるわけ。君の頭の中では、うん、そうナチュラルが鳴ってたんだよ、多分。ここに一個もそうナチュラルないけどね。うんうん、ああ、ここにあるけど、うん、ここにあるけど、うん、まあ、そうナチュラル、うん、そうナチュラルが鳴ってたのに、そうフラッシャープが鳴った瞬間の違和感。うん。しかしなんですよ。ここで不思議なことが起きるんですけど、これあの、ここ、デイドゥアで分析できますよね。ここはね。で、ここで初めてぶち壊されるから、デイドゥアで分析できなくなると。ですけど、ここまでの、この部分ね。この部分、ソがどこにもないじゃないですか。ソナチュラルが。デイドゥアだったとしてもね。デイドゥアだったらソがどっかにあってもいいのに、ソがどこにもないんですね。うんうん、つまりソっていうのは、まあこれは同音ですよね。同音？あれ？あ、ごめん、同音じゃないか。うん。レミファソだから、あれか。サブドミナントか。うんうん。デイドゥアで言えば。そうですね。デイドゥアで言えば、ソっつうのはサブドミナントだよね。サブドミナントが、うん、を含む和音っていうのは、うんうん、7と2と、4ですよね。うん。サブドミナント含むのは、シレファと、レファラと、ファラド。うん。7と、2と、4、どこにもないですよね。この間に。うんうん。7と、2と、7と2と4がどっかにあったら、もっと、なんちゅうの、
そうナチュラルからそうシャープに変わったか、この同じフレーズ内で変わるからもっとなんちゅうの転調感がはっきりするんですよ。うん、だけど何もないから、何もないから、これある意味、ある意味で言えば全部これアーデュアなんですよ。アーデュアとも思えるの。うんうん、うん、もう俺が分析、まあ、コード付けしたようにこれ後でみんな見てみてほしい、分析してみてほしいんですけど、全部これ両方感じられるんで、両方分析できるんで、デーデュアともアーデュアとも、うんうん、つまりこういうのを、ま、前あの説明したブリッジって言ったんですよね俺が。つまり結べんの、うん、どっちの和音どっちの調とも考えられる状態、うん、それを 橋で結ぶっていうブリッジ、うんうん、なのでこれ、うんと今これデーデュアですこの感覚で、この感覚だと、この感覚を頭に入れてると、これはここで初めてガクッときますよね、ふわっと、うん、だけどアーデュア、アーデュアのアーデュアをもう一回皆さんの脳みそにイメージ付けしますよ。これアーデュアです。もうこれでアーデュアのアーデュアが皆さん頭に入りましたね。入った後にこれ最初から聞くと、違和感ないですよね。うんうん、それはアーデュアが頭に入ったからなんですよ。アーデュアが一回調整感として頭に焼き付けられれば、6216262126251っていう単なる普通のパーフェクトカデンツですよ。うんうん、まあこういう不思議なこと、不思議なことっていうか、まあまあ当たり前なんですけど、うん、まあ調整っていうのはこのように重複してる状態がよくあるってことっすよ。近い調はね、うんうんうん、その重複してる時には自分の頭の感覚によってどっちかと取ってるんですよ。ある人はデーデュアと取ってるし、その曲の流れとかにもよりますし、ある人はその前の曲の流れによってデーデュアと取ってるかもしれない、この部分をね。ある人はアーデュアと取るかもしれない、前のフレーズによればね。前のフレーズがアーデュアを導いてるなら、この部分はアーデュアと取るかもしれない、うん、そのようにどっちとも取れるってことですよ、音楽っていうのは。そこで深みが、転調の深みが出てくる、うんうん、で、だけどこの例としては、このベアストの今回の例としては、俺的にはここにどこかにソーナチュラルを入れた方が良かったと思いますね。そうした方がいい説明になると思うんですよ、うん、なぜならこれだと最初からアーデュアと思っちゃえばこれアーデュアなんですよ、うんうん、だけどどこかにこの辺にね、ソーナチュラルがあれば、ちゃんと転調して、ちゃんと転調して違う調でカデンツしましたって意味になるじゃないですか、うんうん、ねじゃあそういう点でも、なぜベアストがこんな、このフレーやっちゃったんだろうと思うんですよね、うん、何かソーを入れた、さ、ソーナチュラルを入れた、最初はれっきとしたデーデュアで、最後はれっきとしたアーデュアでっていう方がこの説明には適してると思わない？ここのさ、パーフェクトカデンツインアリレーデときっていうさ、そうだね。だってこれだったら、うん、つまり最初からアーデュアって覚えちゃうわけ。覚えるんだもんね。うん。だって、うん、うん、
アーディアを焼き付けたら、もう。普通のアーディアのフレーズだよね。うんうん。うん、だけど一回デイデュアを焼き付けると、最初はデイデュアに思えてくるはず。曖昧になってきたな。うん、なんかね。近いからね。うん、近いからね。うん。まあね、曖昧になるのも仕方ねえんだよ。これだけ長いから、部分が、うんうん。これだけ部分が長いから、なんちゅうのかな。どっちとも取れちゃうんだよね。一個どっかにそうナチュラルがあれば、そうだよな。明らかにね、ガクッとくるよ、うんうん、ここで。うんうん、まあそういう話はね、もっと先のね、モジュレーションのところで、うん、モジュレーションのところでいっぱいやると思うんで、うん、まあそもそもさ、ベアストの文句ばっかなんか言ってる気がするんだけど、うん、なんで店長の話出したんだろうね。なんかまだ出さなくてよくないって気がするんだよね、このリレーデッドキーみたいなさ。ああ。そうだね。だって、うん、今はまださ、半周し、偽周し、完全周し、うん。そういうのだけやっときゃよくない？だからモジュレーションのとこでこれをまた新たに出してくればよかったと。そうそうそう。なんかここで言うことに。ここで言うとなんかむずくない、うん、初心者には。この説明。うん、頭こんがらがりそうじゃない？そもそも店長なんていうのをまだやってないんだからさ、うん、なんのこっちゃみたいになってくんじゃん、このブリッジみたいな、うんうんうん、まあちゃんと説明したから分かる人は分かると思うんだけど、どっちとも取れるって、うん、しかもソーシャープソがないし、ここに、うん、一個ねソがあればなおさらちゃんと店長したって分かるけど、ソがないから全部アーデュアと思えるし、うんうん、うん、まあでもね、こうやっていろいろ考えることも勉強なんじゃないでしょうか、うんうん、ここの説明が少ねえとか、うん、うん、まああと、うん、まあ大切なのはつまり、うん、大切っていうかね、興味深いのは、もう上と下は全くほとんど一緒ってことです。ここにシャープがつくだけで、ね、ここにシャープがついてるだけですよね。うん、それだけで全然、こっちは、ね、ドミナントで終わるハーフカデンツですし、こっちは、違う調の、パーフェクトカデンツになるというね。つまり5っていうのが、このドミナントなんで、ドミナント調にね、ドミナント調の同音を上げたって感じなんですよね。うん。うん。一個ね。一個ど、ドミナントから見て、にも、なんちゅうのかな。ドミナントなんですよね。度数的には。マイナーコードだけど。だからそのマイナーコードをメジャーコードにしてあげれば、瞬時にドミナントになると。その、ドミナントコードのドミナントみたいな。つまりドッペルドミナント。うん。うん、ドッペルドミナントとか言いますけどね。うん、ドミナントのドミナントになるんですよね。メジャーコードに変えてあげれば。うんうんうん、ドミナントのドミナントになったから、アーデュアのドミナントになったんですよ。デーデュアから。そういう構造を知っとくと、転調の時に役立つと思います。うんうんうん、以上です、今日は。うん。気につらいな。コウタくんがなんか禁煙をしてるらしいんで、いつになく無口でしたね。申し訳ない。まあまあでも完璧っしょ。野田くんの説明で特にも言うことなかったし。
まあ禁煙は辛いですよね。僕もね、禁煙というか今禁煙1ヶ月から2ヶ月の間のどこかなんですけど、もう数えてないんで忘れたんですけど、やっぱりすごい1ヶ月後とかの方が強いのが来るんですよね。だら、なんちゅうのかな、油断が生じる。生じるんですよ。最初の1ヶ月間はもう気合で乗り切ってる感じなんですよ。もう俺はやめるぞ、やめるぞっていう。そうだね。そう。気合が、だけどその気合のためにも結構エネルギーを使うわけで、もうそのエネルギーが枯渇してくるんですよ。気合もそれだけ長くやってると。で、しかも頭の中に、なんちゅうの、タバコをやめなきゃとか、そういう意識もあんまり出てこなくなるのね。一ヶ月を超えると。普段あんまり考えてない分、たまに出てきたときに、体が、なんちゅうの、意識が追いつかないっていうか、うわ、なんだこれは、みたいな。油断してるわけよ。もう、あ、もう大丈夫だ、みたいな。もう俺は大丈夫だな、みたいに油断してるところに、急に、吸っちゃえよ、みたいなのが来るから、うわーって。でも、まあ、君は、まだ、今あれでしょ、2日とかでしょ、まだ、まだ1日だよ。1日だから、まだあれだ、普通にもう肉体的に、直で吸いたいって状態だろうね。肉体的な。昨日寝れないしさ、結局朝6時ぐらいまで起きてたよ、俺。うん、やっぱり、それだけね、ニコチンってちょっとね、やっぱり厄介だよね。うん、まあ厄介だよ。だって俺だって今でも吸いたいもん。もうね、1ヶ月以上経っててもやっぱり吸いたいですね。すごい依存性だね。そう。そのさ、やめた時にすげえ吐き気とか寒気とかそんなに起きないじゃん、タバコって、うんうんうん。カフェインの方がよっぽどやばいと思うんだ。うん。だけどその分なんかしつこいね。そう、精神的に。吸っちゃえよ的な。あと夢も見たりするんでしょ？そう、肉体的に、うん。そう、見る見る。ね。夢見る、タバコ吸う夢見る。で、どうなんの？その吸った夢を見たときは、心的には。吸った後ね、後悔するよ、夢の中で。ああ。やっぱり。そっか。吸った後後悔する。やべえ、吸っちまった、みたいな感じ。やべえ、吸っちまったって、現実と一緒だよ。現実もさ、大体後悔するじゃん。頑張って禁煙した後に吸った時の一本って、うまいはうまいけど、なんかね、吸った後さ、なんかまたあの特有のだるさが来てさ、だるさ来るんだよね。でまた吸っちゃったよみたいな、なんか、イライラするんだ。しかも一箱買っちゃって残ってんじゃん、19本。そうそう。その19本に向かせていくんだ。またこれ全部吸わなきゃいけねえのか、みたいな。うんうんうん。吸う前はあれだけ吸いたかったのに、吸った後、うん、めちゃくちゃムカついてくんだ。俺はね、あの一箱と何本か残ってんだ。え、残して禁煙してんの？残して俺禁煙した。それよくできるね。俺ね、絶対俺ハサミとかで切んなきゃダメだよ俺。ああ。いや、なんだっけ、ね。ハサミとかで全部細切れにしないと。母ちゃんに頼んだ。あ、母ちゃんの力が。うん。これさ、いざっていう時のために取っといてくれっつって。あで、なんかあると帰っても安心するんだよね。いつ吸ってもいいよって思うの。そうそうそう。でもだから、例えばさ、例えば、まあないな。ないんだよ。吸う機会ないんだよ。だからもらいに行くこともないし。それは強いな。俺はもうダメだ。目の前にあったら無理だ。目の前にあったっていうかもう、うん、すぐ手に入れられると思ったら、ダメだね。そわそわしちゃう。うん。いや特にその、最初の2週間とか、最初の1週間とかはダメだと思う。もう今はさ、うん。うん、油断さえしなければ、うん。大丈夫だと思う。大丈夫じゃないんだけどさ、辛いんだけど。うん。うん、しつこいね、やっぱね、1ヶ月もとかってなるとね。すごいと思うよ。
でも、うん、それ肉体的に不健康じゃないからね、でも。その、うん、肉体的に痛みとかはないから。健康すぎて、そわそわする感じ。じゃあ。健康すぎるのも問題でさ。なんか体を痛めつけたい欲望っていうのがあるんじゃない、人間には。なんか痛めつけてだるくなりたい。ああ、だるくなりたい症候群ね。欲望っていうのがあるのかもしれない。うん。あんまり健康的だとそわそわするのかな。うん。確かにするね。うん。まあ。じゃあ、今日もあれや、切るか。うん。今日は、まあ、1時間25分で。まあまあ短めでした、うん、じゃあ次は反復進行セグエンツ。そうですね、反復進行。うん、まあここのセグエンツはまあ、うん、まあいいか。軽めの、うん、軽めの説明だと思うけど、うん、うん、まあじゃあ次回をお楽しみに。あとじゃあ、今週も土曜日8時から質問コーナーやりますんで、よろしくお願いします。土曜8時、うん。全員集合で。全員集合で。うん、じゃあ、ありがとうございました。聞いていただいた方。バイバイ。さよなら。お前カメラ目線しろよ、カメラ目線。そうそう、はい、さよなら。うん、さよならって。